甘酒は日本の伝統的な甘味飲料の一種で、見た目はドブロクに似て混濁している。甘がゆとも呼ばれる。主に米麹と米、あるいは酒かすを原料とする。酒という名が付くものの、アルコール含有はわずかで、市販されている商品はソフトドリンクに分類される。甘酒の起源は古墳時代に遡り、日本初期に甘酒の起源とされる。 天天酒に関する記述がある。古くは和酒、和ずよまたは、甘酒酒と呼ばれた。奈良時代の歌人である山上奥良が、貧窮問答家において、かす酒に触れており、その頃からすでに酒かすによる甘酒の原型があったことが伺える。かつては夏に、甘いや甘いや甘酒などの文句で行商も多く、俳句において、夏の季語となっている。 夏に飲む場合は夏バテを防ぐ意味合いもあり、栄養豊富な甘酒は、体力回復に効果的ないわば、夏の栄養ドリンクとして、江戸時代には、夏の風物詩だった。森佐田万には、かずきもっぱら売り巡るものが、甘酒売りと書かれており、非常に人気がある飲み物であった。当時の江戸幕府は、庶民の健康を守るため、老若男女問わず購入できるよう甘酒の価格を、 最高で四分に制限しており、武士の内職としても甘酒作りが行われていた。正月には参拝客に甘酒を振る舞ったり、自宅に持ち帰る甘酒を販売する自社が多い。また、米農家が収穫を感謝するため、甘酒を作ったり、祭りに甘酒を備える風習が残っている土地もある。そのまま飲める缶入り、瓶入りのほか、濃縮や粉末。 フリーズドライのものが販売されており、ミルクスタンドでは、冷やし甘酒、また、甘酒ヨーグルトなど、各種製品も販売されている。缶入りは冬場に、自動販売機で多く見かけられる。ひな祭りの際に飲まれる、白酒は、製法が異なる、よくに食べ物であるが、甘酒が、エタノール含有がわずかなことや安価だという理由で、代品として使われることが現在では、 一般的である。現在市販されている甘酒は、希釈前提のビニール袋詰めのものが、麹製で、それ以外は、酒粕製が主流である。森永製菓の缶入り甘酒は、麹と酒粕の双方を使用して製造していると、謳っている。密缶グループの中野酒造ではフルーツを原料に、使用したアルコールが一切含まれていない、フルーツ甘酒を、製造販売している。 また、マルコメは、プラス麹シリーズの中で麹を使った、無加糖の製品を販売しており、離乳食としての利用法も提案している。白鶴は、乳酸菌入りの缶入り甘酒を販売している。甘酒にはビタミン B、ビタミン B1、ビタミン B2、ビタミン B6、養酸、食物繊維、オリゴ糖や、システイン、アルギニン、グルタミンなどのアミノ酸、 そして大量のブドウ糖が含まれている。ブドウ糖以外の成分は、原料米との麹カビ属に由来するが、これらの栄養は、いわゆる栄養剤としての点滴とほぼ同じ内容であることから、飲む点滴と称されることもある。発酵食文化研究家のゼトモ・マキによると、特にブドウ糖は、目が覚める朝、空腹時に何かと一緒に摂取すると血糖値が上がるので、効果的であるという。 マクロビオティックでは砂糖の代わりに甘味料として使われることが多い。ジャパニーズヨーグルトとして海外に販売している企業もある。陶器では体が温まるようにあるいは風邪の予防として甘酒を熱くし、牡蠣はさっぱりと飲めるように生姜汁を入れて飲まれることがある。酒粕が甘酒の原料に使用されることがあるが、日本食品標準成分表によると酒粕には、 アルコール分が約8%程度残存している。原料に含まれること、あるいは製造過程で生成されることで甘酒にもエタノールが含まれることがある。法的にはアルコール分が1%未満であれば、アルコール飲料ではなくソフトドリンクとして扱われ、未成年者でも飲用が許される。ただし、酒に弱い人や妊婦が大量に飲むという可能性が、 あることには特に注意すべき。製法は複数存在し、両製法を使用した製品も存在する。ありがとうございます。